八代英輝弁護士と TBS が、世界平和統一家庭連合、旧統一教会に、名誉毀損で提訴された、訴訟の判決が30日、東京地裁であり、教団の請求は棄却され、八代弁護士と TBS の完全勝利となった。八代弁護士は4月の審理に続き、判決も欠席した。伊藤正春裁判長は、請求は棄却すると判決文を読み上げ、開廷から5秒ほどで閉廷した。八代弁護士は、昨年9月1日放送の TBS 系、昼帯内で、教団について、カルト団、体、反日的思想などと語り、教団がやっている外形的な犯罪行為などと発言した。このコメントで、教団は名誉を毀損されたとして、当該発言の八代弁護士と放送した TBS に対し2300万円の慰謝料を求めて、同年9月、東京地裁に提訴したと発表していた。八代弁護士と TBS は受け、旧棄却を求めて、徹底抗戦。八代弁護士は、当該発言は、断定的ではなく、抽象的な表現だった、と主張し、放送内容全体から判断すべきだと訴えていた。TBS 側も、八代弁護士の当該発言は、情報番組のコメントの範囲内と使用をしていた。